彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。元素力を扱える、あなたは例外。例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。彼女をメガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。あんたの力、でも
て。手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしやなんじゃ、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。なんじゃはここにいるが、彼らの願いは特に何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがよ。メガリレーを廃止してほしいです。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。
あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。不条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかしその誇り、まだその地に残っていたようですね。神を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の禁錮から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め、
新たな出会いを迎えるまで神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。